月収2800万円と知ったメンバーの反応がこちら。年収じゃなくて月収で2800万円ですよ。小魚は年収でやっと勝負になるかならないかくらいだと思います。収入差は外仕事の差だろうから、収入あるのは組とか松田とか富田とかのあたりだろうけど、年ならともかく月収2800なんてピンで大活躍しなきゃ無理。給料制だろうからどうだろうね。2800万は歩合制じゃないと到達できない金額よ。トップ面なら年収で2800万ぐらいあるかもね。ただなみたよくのこれ月収よ。年収と月収間違えてないか。日向坂メンバーが年収3億なわけないだろ。でも日向坂も小魚とかトップメンバーはいい勝負するんじゃないかな。今の日本が貧困化した状況じゃ月収ビビるだろうな。昔じゃ普通。恐ろしい世界だな。芸能界はそれおかしくなる人出てくるわ。昔の芸能界は楽屋に紙袋で現金の人もいたんだよ。輪ゴムでとかさ、数千。私も軽く目撃やらあるよ。劣行になっても天と地。昔は事務所や固定か歩合でも違うし、会社員じゃないから全ては個人。保険も忘れ年金で困る芸能人もいたよ。笑い。マックス月収聞くってじっくり聞いたろうじゃないんだから。アイドル番組で月収聞くのもあれだし、それにバキューンも入らないって。日向坂46はお金の話に興味があります。積み立てにさがいいらしいよ。目を輝かせるな。子供で可愛いね。年相応可愛すぎる。15歳は普通そうなのよ。もっと赤ちゃん扱いしよう。公式お姉ちゃんが必要ですね。またもやひなパレとひな愛で連動が。もしかして日向坂チャンネルでカフェの店員さんに話しかけるときはかなり頑張ってくれてるってこと。をそれはそれで可愛い。年相応りなし見れると嬉しい。月2800万はすげえわ。うまいなぁ。